で、アーモリーに関してはですね、子供が生まれた時に、亀に、貯蔵して、その子が、20歳になった時に、子供と一緒に親が飲むという部分でもですね、こういった、誕生の時にですね、まあ、誕生年月日も書きまして、子供20歳になってから、この亀に入った泡盛を、楽しむという部分も出ております。これエイジングかけるということは、これは価値が上がるという意味も含まれるんですか？そうですね、あの古ければ古いほど、あの価値も、上がっていきます。あの青森独特の楽しみ方でもありますし、沖縄県民、のやはり、文化、でもあります。